おはようございます。こんにちは。こんばんは。文化人放送局スタッフ T です。いつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人スタッフ厳選注目22時半のニュースをお届けします。本日も米国関連、C 国関連、そして安倍元総理関連の真相に迫ったり、また野党関連、国防関連、そして日本の 自民党関連などご紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。これはやばいと思った方は高評価を。こんな情報もありよって方はコメント欄で教えていただけると幸いです。本日もルールは厳しくなっている都合上、インゴを使わされています。なんとご了承ください。それでは早速本編に参りましょう。今日もかなり数が多いので、たっと紹介していきたいと思います。まずはこちら、米国関連からです。トランプ大統領、メディアはトゥルーソーシャルが人気がないと言っている。だからフェイクメディアと呼ばれるのだ。 FBI 襲撃後アプリダウンロードが550%増というふうになっておりまして、襲撃後に増えたんですね。これだけね。で、こちら。トランプ前大統領が連邦捜査妨害とスパイ活動法違反で逮捕されるの記事に批判殺到。ネット、逮捕されていないのに逮捕とは。恥ずかしくないのかねこれはひどいというふうに言われていまして、こちらのフライデーの記事についてこのように言われているのかと思いますね。はい、ネットの声が上がっていると。 で、こちら。トランプ大統領。政治的動機による FBI の襲撃は大きく裏目に出たのだ。すべての世論調査は私が民主党にとって最大の脅威だと強く示している。次もしばせざるを得ないというふうに発言されているようですね。で、こちら。トランプ大統領。FBI の偉大な捜査官たちは政治を武器化している上層部に激怒しているのだ。それはヒラリーを無罪にしたコミー長官に起こした反乱と似ているというふうなこともおっしゃっているようですね。 もうあちらのトゥルーソーシャルの中ではもうバンバン発言されているようですね。で、こちら。政治コラムニスト、ジョンソン氏。a b i の捜査が警察国家の隠蔽工作であることが暴露され、トランプ大統領は重大な動機を発表し、DC をパニックに陥れるというようなことが言われているようですね。はい、このバトルはまだまだ続きそうですので、引き続き、えー、追っかけていきたいと思います。で、あ、こちらもですね。 リズ・チェイニーが反トランプの政治団体を立ち上げ、間違いなくかなりのお金が集まるだろうというふうに言われていたり、トランプ氏は企業献金に頼らず個人支援と自己資産で政治をやり、大統領の間に財産を大きく減らした。バイデン氏は副大統領の間に いつの間にか大金持ちになっていた。ナンシー・ペロシ氏もアジア歴法を息子のビジネスに利用したというふうに白川さんは解説されていらっしゃいますね。トランプ大統領が自腹を切ったのはしがらみを作らないため、国民のための政治をするなら企業に足らないことが必要だからだというふうに、もう全く大違いですね。で、こちら島田義さんも解説されていらっしゃいますね。リズ・チェイニーが予備選で大敗。一時、会員共和党ナンバー3まで行きながら、反トランプに凝り固まって墓穴を掘った。 父ディック・チェイニー元副大統領を激しく非難してきた民主党マスコミと組ほとんどの共和党関係者とは絶縁状態地元にとって全くメリットのない会議員となっているしっかりした保守派だっただけ,だけに残念だまあアメリカ主流派メディア受け売りの日本のマスコミは今後も拾い扱いするのだろうかというふうに、えー、紹介されていらっしゃいますね でここからあ米国関連ではなく四国関連になりますアメリカ不動産投資者 C 国経済は完全崩壊寸前というふうなことをおっしゃっていたりでこちらアメリカウォール街親中派の大物 C 国株5銘柄を全て売却というふうな動きも出ているようですねいやそれだけやっぱり今後 C 国の株がやばいということでしょうか で、こちら、白川さんですが、C 国は地方政府の隠れ借金がすごいことになっているようで、不動産不況が税収不足にもろに跳ね返っている。金利を下げたくらいでは止めるのは難しいだろうというふうにおっしゃっていますね。で、こちら、平井浩さんがこのように潰えていらっしゃいます。米国のンエンティティリストには国防7項全てが記載されている。エンティティリストに相当する経済産業省の外国ユーザーリストには国防7項のうち、 南京航空工程大学と南京理工大学の2校が意図的に載っていない南京に拠点を置く15共産党のグループが日本の政治家を使い経済産業省に不経済の圧力をかけたのかとのことでこれめちゃくちゃやばいことですよねなんか裏があるんでしょうかこちら西村浩平さんが紹介されています8月20日台北の安倍総理も 水悼チャリティーコンサート。日本メディアは報道したか文化人法則の僕の番組で当日僕が言及した以外は不幸にして知らない。そんなメディアの情報統制下に日本人がいることを知るべきだ。日本メディアは一体何を報道しているのか暗殺事件や奈良県警の疑惑すら報道しないというふうに言われています。で、こちら、安倍元首相の銅像の除幕式が台湾の宝山公毛皇法安藤。 で、9月24日に YouTube でのライブ配信もというふうなことを言われていますね。で、こちら、カルタさんですね。台湾での安倍元首相追悼コンサート。政財界、マスコミ、誰もが四国になびく中で。 完全と台湾の人々と自由と民主主義を守ろうとした政治家。今も感謝を忘れず、最後に蛍の光を歌いながら涙する人々。台湾と日本の国旗を振りながらの場面は胸が熱くなる。安倍さん、あなたの信念と真心は心ある人は分かっています。というふうにおっしゃってい,ていますね。こちら、安倍元首相、国葬中止、求め、大学教授や作家など、署名呼びかけと、またこのような報道が出ていますね。こちら、 吉田さんですが元朝日記者さんが花田のアンケートについて、えー、コメントされているかと思うんですが国相反対に一票投じましたネトウヨの連中には一人で500ほどの福赤を使って賛成票を倍、えー、増殖させている人もいるようですが良識ある人は良識ある一票を投じましょうというふうに言われているようで吉田さんがネトウヨの連中と対するのが朝日新聞記者の連中のクオリティというふうに打ち返していらっしゃいますね。 でこちら加藤さんが月刊花田編集部国葬反対派の方々から多数の意見というふうなツイートの中でこんなアンケート意味はない統一教会による組織票動員かけるな過半数の賛成では負けアンケートを必死で拡散しておきながら負けそうになると誹謗中傷恥ずかしくないですか左翼の連中に羞恥心はないというふうに言われています。 でこちら加藤さんですが3問に谷口氏が国葬は法的根拠がないそれを閣議決定したのが問題だこれに対し藤原和恵氏が何か大きな間違いをしている政府の閣議決定が国葬儀の法的根拠国の,国の儀式は法に定められている内閣の職務戦前は国葬令という勅令があった閣議決定はその代わりというふうに説明しておられますねでどんどんいきますこちら こちらの方がですね、有名な方だと思うんですが誰であっても誰かの死を利用することは最悪です終悪ですこの方やこの場に集まっている全ての方々はこちらの方の言っていること意味がわからないのでしょうか暗殺事件を利用するなというふうにおっしゃっていますねで、これどんなことをおっしゃっていたかというと疑惑を話してから亡くなってよと民主主義を壊したのは誰なんだよというふうに、まあ、絶叫されてたということですねもう悲惨なほど終悪というふうに言われています こちら、西村雄さんですが、安倍総理暗殺後その異常さと狂気は20年前の小泉法丁以前に戻ったそれが僕の見立てつまり金正日が日本人拉致を認めた20年前の917以前のように朝日毎日を中心とする反日メディアが息を吹き返した。 では暗殺は誰が仕組んだのか分かりやすい9月に出す安倍総理の本にもはっきり書けますというふうに言われていますね。どんな本になるのか楽しみですね。で、こちら加藤さんですがもし安倍氏を殺害した銃弾が見つからなければ殺人罪として証拠不十分と不十分で山上容疑者を起訴できないか起訴しても後半を維持できない恐れがある。 1963年11月22日のケネディ暗殺事件とよく似たケースとなる。山上が釈放されれば、オズワルドと同じように山上の命が狙われる可能性があるというふうにおっしゃっていたり、こちら、安倍氏に致命傷を与えた銃弾が未発見。現場では見つからなかったから、手術中に何者かが奪った可能性が高い。玉は犯罪立証に不可欠な証拠。これを隠すのは玉が山上の 手製銃から発射されたものではないことがバレるからか、つまり真犯人は別にいることになる。奈良県警はこの疑惑を説明できるのかというふうに言われていますね。はい、これもちょっとまだまだわからないことではあるのですが、このように、えー、加藤さんが指摘しておられますねで。こちら。奈良医科大、20人以上の外界で対応。心臓の壁、心室に傷。心臓の傷を塗って止血。 奈良県警検視、心臓には傷はない。この矛盾は説明しないんですかと、阿弥氏。世界の大事件、被害者の死因が特定されていないと、長尾隆氏。全くその通り、まだ真相究明が済んでいないというふうに言われています。で、こちら、島田さんもこのようにおっしゃっています。愚かなマスコミは、安倍首相殺害事件の不明点を全く追及せず、 方角違いの統一協会に一斉に走っている。致命傷を生んだ銃弾が見つからない。銃弾が入った方向も含め、主治医と解剖医の所見が大きく違っているなどの点が解明されない場合、疑わしきは罰せずの文明国の裁判では山上坊は、傷害未遂、真犯人不明で終わりかねない。カトシマチャンネルでも触れましたというふうに言われていますね。 で、平井浩二さんですが、この矛盾は感化することはできません。奈良県警と奈良医科大のどちらがかが真実を話しているのか。奈良医科大が止血手術した映像があるならば、心臓に傷があったかどうかが明らかになる。奈良医科大は映像があるなら、叱るべきところに開示してほしいというふうに、先ほど加藤さんも紹介されてたアミさんのツイートを紹介されていらっしゃいます。で、このようにおっしゃってますね。 でこちら山岡さんが鋭い指摘をしておられますのでご紹介させていただきます。重訴の経験が豊富な外傷外科医のドクターと長時間話す機会を得た。プロでも射入根と射出根を間違えることはあるそうだが確実なことは1、受け部に重創があり2、心臓が破壊されている。福島教授チームが間違える可能性はゼロなのでやはり上方上の方から打たれた可能性は排除できないという結論だった。 もし、警部から射出したのなら、症候、傷口ですね。傷口がもっと大きく、外方向へ出血があったはず。必ず CT を行うので、毛管重層で弾丸が発見されないことはない。救命の意思があれば、まず近くの緊急医療センターに搬入し、その後、県立医大に移すのが常識的なオペレーション。 プロの目にも不審点が多く単独犯とは思えないとのこと。だがどんなに矛盾があっても警察は山上単独犯行を決めており、裁判所に提出された司法解剖報告書が公開されることはないので、真実は明かされない。致命傷を与えた弾丸が消えたので、殺人罪では起訴できない。また、ご遺体の火葬のタイミングが早すぎると、ベテラン外傷外科医の視点からコメントをいただいた。ほぼ考えてた通りだ。 だがプロと話せて確信が持てた。素人目にも明らかな極端な矛盾は関係者による必死の抵抗の印と信じたい。米国ほどではなくても日本でも銃撃事件はあるので、もちろん長年重装を扱っている外科いわゆる。論理的な反論ができずに日本には重曹になれた医者はいないなどという無意味なリプが来たらブロック対象。もちろん絡んでもない人を一方的にブロックするようなことはしないというふうに言われていますね。プロとお話しされて、このように見解があったと。 いうことで、えー、ますますちょっと、ね、不信点が多いなと改めて思いましたね。で、こちら、ケネディの時も複数の組織の関与、単独の予定変更や共産主義に傾倒する得意な元軍人の単独犯としての演出などがあったのだから、今回山上の宗教絡みの単独犯行を疑うのは当然だし、医学的・科学的分析も 警察発表の矛盾を指摘している。最大の問題は21世紀の日本でこんなことが起きてしまったことだ。さらに真実の追求が行われず、露骨な矛盾が放置され、国民の目をそらす情報操作が行われているとしたら、日本はすでに侵略され、支配されている。トランプへの理不尽な攻撃と通定するものがある。むしろ本当に山神なる。 屈折した人間の単純な単独犯行だったらどんなにいいだろうと思う。極めて深刻な事態だというふうに、えー、警鐘を鳴らしておられますね。この件引き続き、えー、皆さんと共に追いかけていきたいなというふうに思っております。で、こちら。ここから野党関連です。立憲民主党統一協会系メディアに3回登場した岡田氏を幹事長に起用。ネットの反応、ブーメランが頭に刺さったままは当番。わらわら、目には目を、歯には歯を、壺には壺をというふうにおっしゃっていますね。 で、こちら、蓮舫氏、萩生田氏の釈明に意味不明な説明。この人に国の政策任せますかネット、ブーメランドシーズン投げる、お家芸の域を超える、立民に任せられますかというふうにネットでは言われていますね。で、白川さんは、二重国籍をごまかした議員に言われたくないというふうに言われています。で、こちら、新聞赤旗さんの中で、憲法改悪無理ポン、選挙ギャルズのラブピパレードというふうに、えー、このようにですね。 えー、112人のギャルズが東京銀座の街をパレードしたというふうに言われています、ね、ラブピパレードというふうに言われていますが、はい。 選挙カルズというふうに言われています。メンバーの一人、23歳は赤や緑など色とりどりのアフリカの服を着て参加。大学生の頃のゼミの先生がジェンダーや街づくりが政治につながっていくことを教えてくれ。政治に興味を持ちました。言いたいことが言いにくくなってきている。だから発信していかなきゃと思ったと語ります。SNS を見て千葉から来たという参加者は、うちらの声をちゃんと聞いていると書かれたプラカードをかけていました。カルトの息がかかった政治も国葬もやめてほしい。何でもかんでも 閣議決定されてひどい社会になっている。安心して暮らせる社会にしたい。みたいな感じで書,書かれていますね。で、こちら、東京新聞でも紹介されていますね。国葬、うちらは求めていない。選挙ギャルズが約110人が東京都心でパレードというふうに紹介されていますね。で、こちら、ある方が、一般の方ですが、どっちもナンバープレートがね、8225なんですけど、偽装するのはもっとうまくやってくれよというふうに紹介されていますね。 これ、日本共産党さんが使っていた車だというふうな説が上がっているようですね。でこちら千葉玲子さんが「ドン引き」「ダサいし痛すぎてかわいそうになる」「こういうのがむしろ逆効果になるって何でわからないのかなこの写真1枚だけでも突っ込みどころ満載」「全力で終わらせに来てるだろう」「笑」というふうに先ほどの選挙ギャルズの件を紹介されて島田さんも「この手の練り歩き福島現実を見ずほしい」はいつも真ん中にいる体力だけはあるようだというふうに <laughs> ツイートされてらっしゃいますね。でこちら。 カルタさんですが。